メッセージ、キンモシラムヘルさんから。はい、ありがとうございます。臨海で2人と話せて幸せでした。テーマの予期せぬ出来事、この時期から徐々に増え始める5期さん。あー、そうだ、さん付けされてる、よかったね。まだ旦那が家にいた時のことです。めったに出てこない我が家に5期さん登場。少しだけ可愛らしく旦那にゴキブリがいるから退治してとお願い。すると旦那が、だー新聞紙持ってこいと新聞紙を渡して、なんとか騒ぎながら仕留めていました。その後1匹いたら100匹いるって言うから、バラさん竹をちゃんと掃除してるかと。それを聞いた私は超めんどくさい男だと思い、子供たちにもゴキさん出てきてもお父さんに言わないでお母さんにこっそり教えてよって伝えました。実は私、ゴキさんは素手でいけるんです。新聞紙を取りに行ってる間に奴らは逃げるので、あ、旦那や長女が騒ぐ前に仕留めないと面倒なので、前は捕まえてもすぐにトイレに流していたんですが、友達で話すと奴らは配管から上がってくるからちゃんと仕留めないとと言われ、あ、それからは素敵に軽く捕まえた後にティッシュに包んで半分にしてください。すごい。噛まれたら痛いし臭いので、あ、理由もすごい。そんな私はその友達から神の手と呼ばれている。マリちゃん、タイガ君、ゴキさん見つけた時は呼んでくださいね。すごい。ゴキさんは平気ですけど猫は怖いので、猫がいる時は助けてください。感覚ずれてますよ。ウィンウィンできる。すごいね、手でいけるんだ。めっちゃかっこよくない？すごい。人間ってこうも優先順位を別のところに置くと案外怖いものがなくなるもんですね。もうここで いられて騒がれる方がめんどくさいから、もう手でいっちゃうんだよ。で、2つに折り曲げてから捨てるっていう。はもももも、はもももも、マリマリ、ゴキブリだって本当にもう気持ちが悪い。ゴキブリのお風呂はどうですか？じゃあ絶対なんてことを言うの。カエルとかだったら全然平気。カエルも無理だよ。なんで、ね、ウニっぽいやつばっかり。カエルって死んだふりするって知ってた？え、最近公園行ってから子供たちみんながカエルを捕まえてたわけ。そして死んだふりするんだね。もう触っても動かないの、ひっくり返ってから。へえ。うん、ちゃんと喉は動いてる。気絶でも下に置いたら普通にピョンピョンピョン飛ぶんだよ。ちっちゃいのも大きいのも。そうなんだ。うん。はぁー、じゃあカエルは手でいける？全然、カエルは可愛いなって思う。可愛い。可愛いよね。手でいって、ティッシュに包んで、うん、それはできない。そういう残酷なことはしない。もうなんかさ、無駄に命は殺めないよね。ですって、キンボシラブールさん。